おい、誰だこんな時間に。どうも、久米さんだっけ。急に押しかけて悪いんだけど、うちの連れが来てるんじゃねえかと思ってね。お前ら、なんでここだと。よう、一番。やっぱりここにいたんだな。ナンバー、偉人さんから殺し屋が向かってる。ハンピン・リューマンの奴らだ。ハンピン・リューマン、コミジルじゃなくてか。こちらに来たのはあなた方だけですか。ああ、俺たちだけだ。そうですか。ナンバさんにご用で。ああ、あんた誰だ。初めて見る顔だな。これでもよくメディアに露出してるんですがね、まだまだ認知されてないか。あ、本当だ。確かブリーチジャパンの代表で。ああ、俺もテレビで見たことあるぞ。小笠原と言います。このところ横浜支部を応援に来てましてね。特に偉人町は全国的に見てもグレーゾーンが幅を利かせ、警察もそれを野放しにしている。そこへ来てまさか店札作りまでとは、全く信じがたい。もう難波から全部聞き取ったわけか。なら悪いことは言わねえ。あんたらすぐこっから逃げろ。なんならそれまで俺らがついてやってもいい。難波、お前もさっさと逃げろ。春日、お前最初からそのつもりだったんだな。なぜ私たちが逃げなければならないんですか。偽札に関わってるのはコミジュルだけじゃねえ。清流会とハンピン・リューマン、それぞれのトップも承知なんだ。秘密を知ったナンバに殺し屋を送り込んでる。となると仇だろうが、ここにいるあんたらだって危ねえんだ。小笠原さん、殺し屋だなんてハッタリです。そいつは口がうまいですから、気にしない方がいいですよ。いや、本当のことでしょうね。え、最初あなた方がその殺し屋かとも考えたんですが、肉の壁の殺し屋にしてはあなた方だけじゃ少なすぎると思ってました。は、殺し屋少なすぎるって何の話です。やれやれ、久米君はまだ事の次第を分かっていないんです。ですが、無知ゆえの勇気が必要でした。この偉人町でブリーチジャパンの支部長を務めさせるにはね。え、あの小笠原さん、一体何の話を。あんた本当に仇か。もちろんですよ。ただ普通の人よりはいろいろとものを知っているとは思います。さっきから何言ってんのこいつ。そろそろお願いできますか、ラオマ。ラオマ、マブチが、なんでここに。ここは任せてもらっていいですよ、代表。うちはアフターケアも万全です。では我々はこれで行きましょう。おい、ナンバ、待てって。偽札のことはもう全部この人たちにぶちまけだ。俺は弟を見つけてえだけだ。生きてても、万が一死んでてもな。小笠原さん、私はどうしたら。マブチ。間違いなゴミにお似合いの最後をくれてやれ。あんたがこんなとこにいるとは思ってなかったよ。安心しろ。うちのボスですら知るわけねえ。ずっと会いたかったぜ。俺らをはめてくれた礼を言えてなかったもんな。店長の分もよ。お前らに先に刻む権利をやる。
出てきやがったな。あの薙刀みたいな武器何なの？あれは三国時代の英雄関羽が持ってた武器だな。関帝廟の関羽の像も持ってるやつだ。ああ、あれね。もしかして真淵ってちょっと英雄気取りなの？だとしたらとんだ勘違い野郎だ。やつのプライドをあのボロごとへし折ってやろうぜ。どうするかね。行くぜ。どっから切ってほしい。だって手加減なんだ。やるか。やるの番だな。やってやろう。この俺が相手になってやるぞ。絶対負けない。何としたか。私の前に見てなさい。してみろ。倒さねえと。見せてやるよ。さあ来い。やめんなよ。行くぜ。
っておきな。みんな死ぬなよ。これでありがとう。よしやるか。見てなさい。絶対負けない。どうするかね。やってやろう。見せてやるよ。ザコ私の番です。ヘッうちの野郎、えらく気合が入ったな。なあ、半端ねえオーラだ。俺には体から真っ赤な炎が出てるように見えるぜ。お前の想像力すごいな。なら俺たちも同じくらい気合い入れねえとな。その通りだ。行くぞ。終わらねえぞ。お前らに先に刻む権利をやる。こいつ俺の番だな。ザコぶっ飛ばしてやる。仕上がれ。こいつだ。私の番です。
来いよ。なくなったぜ。俺の番だな。見せてやるよ。出てきやがったな。あの薙刀みたいな武器何なの？あれは三国時代の英雄関羽が持ってた武器だな。関帝廟の関羽の像も持ってるやつだ。あれね。もしかしてマブチってちょっと英雄気取りなの？だとしたらとんだ勘違い野郎だ。やつのプライドをあの棒ごとへし折ってやろうぜ。私の番ね。じゃあ来い。ほら来いよ。やめんな。どっから来てほしいんだ。とっておき元気出して。なめろ。ほらやるぜ。おっ、来い。とっておきだ。
ぶっ飛ばしてやる。こいつを使え。ありがとう。どっちから持ってほしいんだ。じゃあこりゃ俺の番だな。この演技見せてやるよ。ほら、ほらやるぞ。よし、やってみろ。よし、行くぞ。どうするかね。うちの野郎、えらく気合が入ったな。なあ、半端ねえオーラだ。俺には体から真っ赤な炎が出てるように見えるぜ。お前の想像力すごいな。なら俺たちも同じくらい気合い入れねえとな。その通りだ。行くぞ。私の番だ。ほら来いよ。やめるな。見てなさい。来てみろ。現実逃にビビったんだな。やってみろ。俺の番だな。舐めないでくれる。見せてやるよ。やめろ。俺の番か。ほら来いよ。やってやる。
するかね。やっやーどっから切ってやる。やっやっちょっとしんどいな。見せてやるよ。やってみろ。舐めないで。よし。舐めんなよ。すげえ、聞いたぜ。最高じゃねえか。まだ口が利けそうだな。ありがてえ。いってえ。何なの、嬉しそうな声出して。よくもうちの店長殺してくれたじゃねえか。殺したな。はあ、殺した殺した、殺してやったよ。清流会とドンパチするために。俺は言われた通りにやっただけだ。言われた通りにだと、誰に何を。さっきここにいたろ、ブリーチジャパンの代表小笠原。小笠原、あいつが店長の殺しをお前に。何が狙いでそんなことを。小笠原の狙いはな、偉人町そのものだ。なんだと。荻窪豊を支える謎の資金源を暴き出すことが小笠原の狙いだったんだ。そのためには
陸の壁にヒビを入れる穴を開ける必要があった。穴を開けるって、それが野々宮が死ぬことなの？じゃあ何か、小笠原はグレーゾーン潰すために殺しの指示を何がブリーチジャパンだ、何なんだあいつらは。待てやマブチ、連中に頼まれたとしてお前は何で引き受けた？偉人さんの全勢力を敵に回してまで何の得がある？小笠原にはでかいバッグがついてる。バッグ？偉人さんも陸の壁も時期終わりだ。明日には山ほど兵隊が乗り込んでくるからな。兵隊？ブリッジジャパンのか？そうじゃねえ。まだわからねえのか、カスが。あ？ブリーチジャパンのバックについてんのはな、カムロ町にいる近江連合よ。なんだと？俺、偉人町の荒川真澄になるんだ。やつみてえに町を売っ払って近江の幹部に名を連ねる。俺はこんな狭い町で終わりゃしねえ。おやっさん、てめえと一緒に勝たんな。近江連合がこの町にも来るの？そこんとこじっくり聞いてみようじゃねえか、小笠原の野郎に。奥にまだ部屋がある。小笠原も難波もそっちへ入ってた。ああ、分かってる。行こう。奥からも外へ出られたんだ。小笠原ならもう出てった。ナンバ？ブリーチジャパンは偽札を暴き出す。コミジルもぶっ潰してくれる。俺の弟も見つけ出すかもしれん。俺らにはできねえ芸当だよ。なんちゃ。一番、俺にとって大事なのは弟だ。長いことホームレスやってたのもあいつを見つけてからだ。小笠原はどこに行った？もう彼らの邪魔はすんな。少し話をしてえだけだ。だからそれが邪魔だってんだよ。一番難波、今は弟より自分を心配しろ。偉人さんの殺し屋が探してる。明日まででいい。どっかに隠れてろ。さっきマブチが言ってた。明日近江の兵隊が偉人町に入ってくる。そのどさくさに紛れりゃ逃げられる。お前ならできんだろ。余計なお世話だ。ねえなんちゃん、気持ちはわかるけど、私たちの気持ちもわかってよ。ねえったら。うるせえよ。そいつは店長を殺したやつだぞ。そして小笠原はその指示を出してたんだ。ああ。でもな、弟を見つけるにはこいつらの力がいるんだ。あ。本当に行くのか？止めたきゃ止めろ。なんなら背中からかかってきても構わねえぜ。俺らがお前にそんな真似するわけねえだろ。くだらねえこと言うなよ。俺たちは仲間だ。ああ、うるせえ。一番、気持ちはわかるが立ち止まってる場合じゃねえ。奥はおそらく支部長の部屋だ。調べてみようぜ。せっかく誰もいねえんだ、チャンスだろ。なあ、そうだな。
これは。どうしたの？おい、この写真。なんだよ。小笠原と握手してるこいつだよ。ああ、都知事じゃねえか。青木だろ、都知事の青木亮。まだ若い頃だな。今はもう抜けたが、もともとブリーチジャパンはそいつと小笠原が二人で立ち上げたんだ。青木亮。でも死んだはずだぜ。はあ？死んだってカムロ町で俺はそう聞いてた。どういうことだ、青木亮を知ってんのか？違う、こいつ。若だ、荒川雅人。知事、来週の予算審議、反対派の都議らは相当粘るつもりです。道路族のじいさん連中か。建設予算の削減が気に入らないんでしょう。議会は長丁場になるかと。夕方に予定されていた表敬訪問はキャンセルの方向で考えております。表敬訪問？ああ、新聞社が主催の。子供たちが来るんだったね。そうです。ならキャンセルはなしだ。親御さんたちだって張り切って新しい服を買ってあげて心待ちにしているかもしれないからね。ええ、ですが。大丈夫、必ず定時までに反対派を解き伏せて審議を終わらす。子供たちをがっかりさせたくない。わかりました。表敬訪問は予定通りに。今日はもう上がりなさい。失礼します。小笠原です。いい知らせかな。ようやく見つけましたよ、荻窪幹事長の内での小槌。肉の壁の深いところにありました。そうか。つきましては関西のおのぼりさんたち、いくらかこちらへよこしてもらえますか？いいだろう、東京にはもう十分手が足りている。余っている分をそっちに回す。